こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は名古屋アベック事件についてと、犯人たちの現在について紹介するぜ。残忍な事件の一つとして取り上げられることも多いよね。この事件は1988年に起こったものだが、翌年1989年に起きた女子高生コンクリート事件、1994年に起きた大阪、愛知、岐阜連続丸人事件など、複数の少年による凶悪犯罪が立て続けに起こっていた。どの事件も暴力団とつながりのある非行少年が、集団リンチにより被害者の命を奪っている。そうした共通点から比較されることも多いんだ。なるほど、そういった事件の中では一番古い事件なんだね。ああ、だからこの事件でもっと厳しく罰していればといった意見もあるぜ。そんなに刑が軽かったの？結構、判断が難しいところもあったみたいで、評価している人もいれば批判の声もある。意見は人それぞれだから最後まで紹介を聞いて判断してほしいぜ。わかったわ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。名古屋アベック事件は1988年2月23日から25日に愛知県と三重県で起こった事件だ。事件の犯人は6人の不良少年グループで、成人男性が1人で残りは未成年。うち2人が少女という少年犯罪だ。女の子も事件に加わっていたの？男4人は過去や当時に暴力団員であり、少女2人は関係者などの交際相手。ただ、常に行動を共にしているわけではなく、自然と集まってできたグループのようだ。仲良しってわけじゃないのね。そんなグループがどうして事件に？男たちは過去に窃盗の前科があったり、暴行を加えて金品を強奪するなどしている。中でも夜に車で過ごすカップルを襲撃して、金品を奪うことを爆貫と呼んでいた。この日も爆貫をしようと主犯格の A が提案し、それに共犯者の5人が賛成した。そうして事件に繋がっていくわけね。この事件では1組のカップル、男女1名ずつが犠牲になっているが、その事件の前にも2つの襲撃を行っている。他にも被害者がいたの？グループは愛知県の金城埠頭にて、2つの襲撃事件を起こしている。こちらは金城埠頭事件とも呼ばれているぜ。そちらの事件では犠牲者は出なかったの？1件目は被害者が逃走したことで助かり、2件目は人が来たことで犯人が逃げ出した。2件目では暴行を受けて負傷し、金品を奪われているが命は助かっているな。もし、人が来なかったら、その後の事件を見ると、命を奪われる可能性は高かったと思うぜ。怖すぎ。6人は金城埠頭事件で奪った金品が少なかったために、再び犯行を行うことになる。そして目をつけられたのが、襲撃、拉致現場となる大高緑地公園だ。金城埠頭も大高緑地も夜間はカップルが多い場所であった。そういう地元のスポットって結構有名になりやすいもんね。そこで被害者となる当時19歳の男性と当時20歳の女性を襲撃。集団暴行を加えた上に金品を強奪し、2人を拉致。一度は解放したがすぐに連れ戻し、最終的に発覚を恐れて2人の命を奪った。そして遺体を三重県の山中へと遺棄したんだ。自分勝手すぎるわ。犯人である少年グループで唯一成人だった男は当然ながら起訴。未成年5人は刑事処罰相当として逆送致がされている。6人共通での罪状は、強盗致傷、丸人、丸帯域、強盗未遂。また主犯格以外の男3人には強盗5丸も加わっている。すごいものが並んでいるわね。少年に与えられる罪状とは思えないわ。これだけの事件を起こすだなんて、犯人グループはどんな奴らなのよ。じゃあ次は犯人についてだ。犯人たちは当時20歳であった男を除き、未成年であったため実名報道されていない。全部で6人だっけ？ああ、それぞれ説明していこう。まずは主犯格である A。事件当時は19歳でとび職をしていた。父親が厳しかったことから反発心を強めて非行に走る。中学では複数の原付窃盗をして、家庭裁判所へ送致されたが不処分になっている。A は中学卒業後に職を転々としているが弟が、暴力団に連行されたことで関わるようになる。弟が何をしたの？交通事故を起こした時に暴力団員の名前を出し、その暴力団に連れて行かれてしまったんだ。A はそんな弟を救うために事務所に赴き、その度胸を買われて組への加入を求められた。弟の釈放の条件としてな。積極的に加わったというわけじゃないんだ。それからは新入りとして使い走りなどをしていたが、食料品店に侵入した窃盗未遂事件で検挙。保護観察処分となったが、その期間に友人宅に侵入して現金を盗んだようだ。でも当時は暴力団員ではなかったよね。その後 A はEと交際するようになり、彼女との将来を考えるようになった。暴力団員のままでは暮らせないと考え、組を無断で抜け出して実家に戻っている。そして刑事立ち会いのもと、正式に暴力団を脱退したとされているぜ。
そんな相手がいながらこんな事件を、いや、相手も共犯者だったわ。次は共犯者で準主犯格とされる B。事件当時は17歳であった。小学校に入ってから父親が叫びたりになり、母親が家計を支えるも一家は経済的に困窮。学校ではいじめに遭っていた。さらに父親からは、売られた喧嘩は買え、喧嘩をするなら負けるな、と言われ。そのために暴力的な性格に育っていき、学校でも何度か友人に暴力を振るっていたぜ。とんでもない生活環境だったのね。中学に入るとさらに非行は進み、原付きの窃盗やシマルナーの窃盗、さらには空き巣未遂や万引きなどで、児童相談所に通告されたこともあった。一時は彼女ができて落ち着いたが、暴力を振るったことで別れてしまった。それは別れられても仕方がないわ。そして中学時代の友人から暴力団員に誘われ、それが A のいた暴力団であったというわけだ。それじゃあ当時も B は暴力団員だったの？いや、B は A が無断で組を抜け出した際、A を連れ戻すように命じられていたんだ。だが A を連れ戻すことを躊躇していた B は、自身も組を抜け出して A と同じ飛び職をしていたぜ。二人とも考えなしに暴力団に関わるからそういう面倒くさいことになったわけね。続いては唯一成人であった C。事件当時は二十歳。C は幼少期に両親が離婚し、父方の祖母へと預けられている。小学校時代からおもちゃを盗んだり、学校をサボったりと非行に走るようになる。そうした問題行動が多かったことや、高齢の祖母が C を育てられなくなったことで、小学校の途中から中学卒業までは施設で暮らしている。卒業後には就職したがしばらくして母と姉と再会し、職場を退職して同居するようになったんだ。あら、家族と暮らせるようになってよかったわね。それが全然さっぱりなんだな。母親は間もなく再婚し酒を飲んでは当たり散らし、ギフトも折り合いが悪かった。家を出た C は職を転々とするが、所持金に困ってひったくりをして検挙された。試験監察になり更生保護施設に入り、いくつかの職をして運輸会社に勤めるようになる。しかし、配達先で偶然ギフトで愛喧嘩になり、会社を解雇されて寮を飛び出した。その間に義父は、寮に残された C の私物を無断で敷地に入れている。こうした母や義父の態度に失望し、C は不良仲間とつるむようになった。そして A と同じ暴力団員になり、知り合うこととなったんだ。なんかみんな生活環境が良くなくて、近くに最悪な大人がいて育ってるわね。そうなると非行に走ってしまうというのも仕方ないとは思うわ。続いては当時18歳であった D。D は両親が離婚しており、二人の弟と共に母親に育てられた。長男であったことで母親を支えつつ、自分の気持ちを抑えながら生活していたようだ。大変だろうけど家族のために頑張るなんてとってもいい子じゃない。どうして事件に加わったりしたのよ。中学に入って不良と仲良くなったことで、非行に走っていったようだ。入学してからすぐにバッティングセンターで金品を物色して検挙された。さらに小学生から財布を脅し取るといった事件も起こしているぜ。落ちるところまで落ちたわね。中学卒業後には職を転々とし、自動車学校で知り合った人物と仲良くなる。この人物から A たちとは違う組を紹介され、居住と食事を確保できると考え暴力団員になる。共犯者たちとは不良仲間が集まる場所で知り合い交流するようになったようだ。はぁ、なんかやるせないわ。続いては当時17歳の少女であった E。E は母親が働いていたため、祖父母に育てられていた。また両親は子供たちの前で激しい夫婦喧嘩をするような環境であった。親子間の交流も乏しく、次第に暴力的な性格になっていく。中学卒業後は調理師専門学校に行き、卒業しているが就職はしなかった。調理師を目指していたわけではないの？飲食店でアルバイトなどをしているが、長続きしておらず目指していたわけではなさそうだ。それからは自堕落な生活を送り母親と口論になり、家を飛び出して不良仲間と交流。その中で共犯者たちと知り合うようになったぜ。類は友を呼ぶってことかしら。最後は当時17歳の少女であった F。F は小学校の頃に両親が離婚し、父親に引き取られている。しかし、中学に入った頃に父親が再婚。その相手が自分と年の近い若い女性であったことから折り合いが悪くなる。そして妊娠した義母を気遣った父親が F 王子の家に預けたんだ。いや、大切なのはわかるけどさ、我が子も気遣ってあげなさいよ。F は王子の家でも王子の妻と会わず、わずか1ヶ月でおばの家へと預けられる。しかしおばとも折り合いが悪く、施設へと預けられることになったぜ。子供がたらい回しにされるのはかわいそうだわ。F は中学卒業後は職を転々とし、不良仲間と交流し始めるようになる。そしてスナックにホステスとして勤務するようになり、そこで共犯者たちと出会ったぜ。全員がとんでもない環境で育ったことは分かったけど、だからといって事件を起こしたことは許されないわ。
では次は犯行内容についてもう少し詳しく説明していこう。ショッキングな内容だから辛いと思う方はスキップしてくれ。軽い説明でも結構ひどかったけど、心して聞くわ。まずは1988年2月23日に起こした事件。大高緑地に移動したグループは1台の車に目をつけ、2台の車で挟み込むような形で停車。危険を察知した運転手は逃げようとするも退路を塞がれているために衝突。それに因縁をつけて暴行を加えて金品を奪ったんだ。姑息すぎるわ。いきなり襲撃された被害者たちであったが、少年たちは木刀や鉄パイプを持っていた。それらを使って被害者男性や車を追い出しているんだ。武器まで使っていただなんて。被害者女性に対しては髪の毛を掴んだり、ハイヒールで蹴りつけるなどの暴行をしている。またタバコの火を押し当てたり、髪の毛をライターで焼いたりもしているな。ひどすぎるよ。さらに助手席に乗っていた女性を下ろし、少年3人がマル的暴行を加えている。そうしているうちにすっかり夜が明けてしまい、現場付近に人が訪れるようになった。6人は被害者に顔を見られたことで発覚を恐れ、2人を拉致することに決めたんだ。普通だったらそうなることも想像つきそうだけど、計画的な犯行ではなかったってこと？計画なんてないさ。事前に襲う相手を決めていたわけでもなく、やり方も相談していたわけでもない。誘われた悪事に、いいねやろう、と何の考えもなしに決められたものだ。そんな浅はかな考えで命まで奪われて、被害者があんまりよ。ただ、この時点では致命傷を負ったわけではなく、被害者男性は過量に3週間の怪我、被害者女性は過量約1週間の怪我であったそうだ。一度解放されたってことは、自力での歩行は可能だったってことだものね。まあひどい暴行であったことは確かだけどな。本人たちもやりすぎたと自覚していたし、続いては2月24日の被害者男性の丸買い、少年たちは被害者男性の両手を縛り、今からどうなるかわかっているだろう、と丸買いを予告、やめてください、助けてください、という男性を無視して口にガムテープを貼った。そして洗濯用ロープを二重に巻きつけ、左右からロープを強く引っ張り合うという方法で、約20分間にもわたって首を絞め続けた。そんな長時間苦しんだなんてあんまりよ。男性自身がそれだけ生きていたわけではなく、念のために長時間締めていたようだ。この間、実行犯であった A と B は、このタバコを吸い終わるまで引っ張ろう、などと話しながら締め続けている。遺体を足毛にして、丸棒を確認するなどもしているな。亡くなった後もそんな扱い。また、被害者女性はこの様子を見ており、男性の様子をしきりに伺っている。そんな女性に嘘をついてごまかし、騒がないように口をガムテープで塞いでいるな。そして男性の丸帯をトランクに入れ、一度アパートに戻った。ひどすぎて信じられないわ、女性の方は？当初はまとめて手にかけるつもりだったが、丸買いに対してひるんでしまったようだ。女性には男性は家に返した、と嘘をついたが、丸されたことは理解していたようだ。ひるんだならせめて女性だけでも解放しようとはならなかったの？むしろ男性を手にかけた以上、女性を解放するわけにいかなくなった。次は2月25日の被害者女性の丸買い。二人を遺棄するために男性の遺体と共に、女性を三重県の山中へと連れて行った。被害者男性の顔が見たい、被害者男性と一緒に埋めて、と答えた。また最後に食事を渡されているが、それらも一緒に埋めてほしいと言った。天国で男性と一緒に食べるから、だそうだ。辛すぎる。そしてやるなら一気に丸して、という女性に A と B が男性と同じ方法で首を絞めた。途中で首からロープが外れてしまい、この際に女性の脈はすでになかったようだが、念のために再び首を絞め約30分も絞め続けた。この時 A は綱引きだぜ、と発言し、B もタバコを吸いながらロープを引いていた。犯行に加わるように誘われた C も笑いながらタバコを吸って様子を見ていたそうだ。二人の遺体は抱き合うような形で埋められていたが、面白半分にそんな形にした、と証言しているぜ。本当にどうしようもない。女性の男性に対する気持ちとか、丸されることを悟ってした発言が悲しすぎる。埋められてしまったなら、どうやって事件は発覚したのかしら？少年たちは襲撃した際にボロボロにした被害者の車をその場に放置している。その車を発見した通行人が警察に通報し、行方不明の二人が事件に巻き込まれたと捜査を開始。また金城不当事件の捜査もされており、二つの事件が同一犯による犯行だと断定された。少年たちは途中でホテルで休憩しているが、被害者を含めたグループを見た従業員が、不審に思い車のナンバーを控えていた。これがグループの特定へと繋がったんだ。意外なところで情報があるものね。しかし笑いながら人の命を奪うなんて、あまりにひどすぎて言葉も出ないわ。それじゃあ次は判決についてだ。いよいよね。というか少年たちはこれだけのことをして、逮捕されて反省はしていたのかしら？逮捕直後はそれぞれが責任のなすり合いをし、
反省した様子は見られなかった。主犯格の A はあっけらかんとした様子で他の共犯者も問題を起こしていたようだ。こっちもこっちでひどいわね。また、犯人たちの親も遺族に対し、謝罪をしたのは E か F の母親のみであった。子が子なら親も親か。そうして裁判が開かれたが、この事件は判断が難しいものであった。最初に言ってたけど何が難しいの？当時は極刑選択が渋られている時期で、少年事件ではその傾向が強かった。被告人の情状、貧困や劣悪な家庭環境などが考慮されたんだ。そんなの事件を起こしていい理由にはならない。今であればもしかしたら判決も変わっていたかもしれないな。特にこの事件では成人であれば極刑を迷うことはないとの意見もある。それじゃあ少年法のせいで軽くなったというの？極刑の基準である永山基準と少年法、どちらを重視するかが問題であった。最終的に第一審で求刑されたのは次の通り。主犯格の A に極刑、B と C には無期懲役。B には懲役5年以上の10年以下の不定期刑、ただし判決時に成人であれば懲役15年。E と F には懲役5年以上の10年以下の不定期刑だ。思ったよりも軽くないわね。気分的には全員極刑でもおかしくないくらいだけど、さすがにそこまでは無理だろうし。あくまでこれは求刑。犯行対応は極めて残虐、悪質でその行為は、人間の皮をかぶった鬼畜の仕業、とも言われたぜ。極刑を求刑された A は自分は未成年であるため、極刑にならないと思っていたため驚いたそうだ。だから人の命を奪っておきながらあっけらかんとしていたわけか。でも判決が軽すぎると言われるってことは求刑とは違う判決が出たの？第一審では A、B、E、F は求刑通り、C が懲役17年、D が懲役13年であった。そこまでと思ったけど第一審判決か。当然ながら極刑を言い渡された A は控訴。また C も事実誤認と量刑不当で控訴し、被験側も C について控訴している。B、D、E、F は控訴せず1989年7月13日に一審判決が確定したぜ。てっきり全員が控訴するもんだと思ってたわ。次は控訴審。控訴審では一審判決が破棄され、A に無期懲役、C に懲役13年が言い渡された。極刑を回避した理由としては A の反省度合いや、A に粗暴犯の前科がないこと。犯行の計画性がなかったことなどが挙げられているぜ。反省しているって言っても極刑判決後なら回避のためのふりとしか思えないよね。普通はそう思ってしまうだろうから大切なのはその後になるな。高検側は極刑相当事案とした上で、最高検と上告について協議したが上告を断念。A、C も上告しなかったため、二人は控訴審判決が1997年1月7日に確定したぜ。一度極刑の判決が出てからとなると軽いと感じてしまうわね。でもマリサの言った通り大切なのはその後犯人たちはどうなったのかしら？主犯格の A は岡山刑務所に収監され、現在まで違反なしの模範囚となっている。2003年にキリスト教に帰依してからは毎日被害者のために祈りを捧げていたようだ。極刑にならずに生きていることに申し訳なく思う。どこまで行っても償えない罪をしっかり背負って、生きていくしかありません、と手紙に記しているな。少なからず変化はあったみたいね。2015年にはくも膜下出血を起こして倒れ、後遺症が出る可能性が高いとされていた。しかし日常生活に支障をきたすようなものはなく、現在は刑務作業に復帰している。命の危機を乗り越えたことで、一層被害者の無念を考えるようになったらしい。一つ一つの経験で成長しているのか。A は社会復帰をすることを目標としながら自身の罪と向き合って服役生活をしているようだ。そういうのを聞くと仮釈放のためって思っちゃうけど、A は刑務所に断られても粘り強く交渉し、遺族には微状を出す許可を得ている。そして手紙と作業報奨金を遺族に対して送り続けているそうだ。被害者男性の遺族は内容が毎回同じだとし、読まずに捨てていると語っている。一方、被害者女性の遺族は手紙を受け取り、A と文通をしたりしていたそうだ。遺族が加害者と文通するなんてすごいわね。もちろん極めて異例なこととして報じられている。しかし被害者女性の遺族も許したわけではなく、改心してほしいという気持ちであるようだ。また自身が被害者なら親は加害者を許さないだろうと A は遺族に対しての気持ちも理解しているようだ。そこまでしているのであれば、さすがに不利とは言い切れないわね。A の両親も賠償金の支払いを済まし、A を支えながら生活している。しかし犯人グループの中でこのような反省の様子が見られたのは A のみ。その他の共犯者や家族はひどいものだぜ。え？どうなっているの？A と同じく無期懲役となった B は遺族に謝罪や賠償などを一切していない。また親も公判などに全く姿を見せず、現在は音信不通となっている。本人、家族ともに賠償した金額は0円だ。人の命を奪って謝罪することもなく、賠償も全くしていないだなんて。C は2003年に出所となっているが、謝罪もなく出所後に音信不通となっている。
親も親権を放棄したとして調停交渉にすら応じていない。B と同じく、本人も家族も賠償した金額が0円となっている。連続してげっそりするわ。もう一人 D も同様だ。D は2000年頃に出所し、その後10歳下の女性と結婚して子供がいる。また取材も受けているが、その際に刑に服して、自分の何が変わったかわからない、と述べている。償いの気持ちがあるかについては、生活に忙しいので答えは出ない。被害者の墓参りが可能だったらするかと聞かれると、行く時間がないから難しい、と答えた。一方、娘が同じ目にあったらと聞かれると、許さないと思う、と答えたぜ。反省もなければちっとも更生していないよね。当然ながら本人、家族ともに賠償した金額は0円だ。それでよく取材を受けようと思ったわね。E は1996年に出所し、母親を通じて分割の支払いをしている。しかし7年ほどしてからは未払いとなり、知らせもなく住まいを変更している。107万5千円の未払いを残して音信不通となったようだ。どうして中途半端に？結婚して離婚したとの噂があるが、なぜ支払いをやめたのかは不明だ。残念すぎるわ。ちなみに両親は調停額通りに完済しているぜ。これまでがあまりにひどすぎて、それだけでも良かったと感じちゃうわね。最後は F。F も1996年に出所してから支払いをしたが、わずかな額を支払ったまま音信不通になった。298万9500円が未払いの状態だぜ。それってどんだけ支払いはされたの？約35万円くらいだな。ほぼほぼしてないようなものじゃん。また両親の方も40万ほどを残し、未完済であったようだ。またこっちも中途半端に残している。これだけの差が出ると考えたら共犯者の判決は軽すぎたんじゃないかと思うね。公正のない刑に服したところでそれは全く意味がないと感じたわ。というわけで、名古屋アベック事件の犯人の現在を紹介したぜ。最初から最後までひどすぎて気持ちのやりようがない。共犯者たちと主犯格の違いが、極刑判決だけだったのかも気になるわ。せめて何か得られるものがあってほしいと願ってしまうな。それと親の影響はやっぱり子供にとって大きいと感じた。それは間違いない。みんなに多様な理由で非行に走ったが、賠償支払いをした人には家族のサポートがあった。結果的に未払いの人間もいるが、全くしてない人間との差はそこだろうな。同じ親として遺族の気持ちを考えない加害者家族がいることにただただ残念だわ。みんなの意見や感想があったら気軽にコメントしていってほしいぜ。よかったら高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。